みんな、飲み物とお菓子の準備は OK？ OK！ おほん！それでは、ただいまより私たちの出番が無事に終わった&ライブお疲れ様の打ち上げを始めたいと思います。おーん、ま、本格的なのはフェスが終わった後だけどね。はい、とりあえずの慰労会というところで乾杯。でも、ムニの言う通り私たちの出番は終わったわけだけど、 D4 フェスはまだまだ終わらないからね。はい、いろんなユニットの皆さんがいらっしゃいますから、明日からは勉強のつもりでステージを拝見しようと思います。勉強のためか。そういう視点なら注目しておきたいのはやっぱりピキピキかな。思いっきりご近所さんじゃない。ムニは普段は会えないユニットの方が気になる？まあそうね。でもこの大舞台なんだから、ピキピキだって普段とはノリが違うと思う。レベル的にも前回優勝者のピキピキが頭一つ抜けてる感じがするしね。うんうん、京子ちゃんたちのステージはいつもワクワクするもんね。やっぱりリンクは同じポジションの京子さんを意識する？そうだね、ピキピキのみんなはすごいから、しのぶちゃんもエソラちゃんもゆかちゃんもすっごいって思うけど、京子ちゃんを見てるとすごすぎるってなるんだよね。すごいの何段活用なのよ。真帆さんはやはりしのぶさんですか？そうだね、あの迫力ある音参考にしたいよね。ムニちゃんは VJ だからゆかさんですね。でもなんかムニちゃんの場合はゆかちゃんよりエソラちゃん？あれ、そうなの？なんか似てる気がしない？え？あ、ちょっとわかる気がする。きょう！だよね。うん、清水エソラと私が似てる？そんなことあるわけないじゃない。私は唯一無二のムニちゃんなんだからね。とは言ったものの、うすうすそんな気はしてたのよね。二人に言われたら余計に気になってきたわ。あ、清水エソラ、ちょうどいいわ。じっくり観察してあげる。暗くてよく見えない。いらっしゃい。キャー！ムニちゃん、今日はゆっくりたっぷりお話ししようね。はあ、清水エソラに福島ノア？なんでここに？ちょっと待って。え、どうして？もしかして私がつけてたのバレてたの？そういうこと。マニちゃんとお話できるって聞いて楽しみに待ってたんだよ。さあムニちゃん、こっちにおいで。そういえばお二人はムニさんとエソラさんのどこが似てると思われたのですか？え、どこがっていうと、ね、
とか外見というよりはユニットの参謀というか貢献度的なところかな。ああ、なるほど。ムニさんはハピアラのアイデアウーマンですもんね。でもムニのことだからキャラかぶりしてるって言われたとか勘違いしてそうだよね。キャラかぶり？ムニちゃんはムニちゃんだよ。それはそうなんだけど、ムニのこだわりっていうか、まあ後でそれとなくフォローしておこうかな。いい考えだと思います。はあ、堪能した。ムニちゃん、素敵な時間をありがとう。いっぱい聞けて楽しかったよ。ねえ、ねほりはほり聞かれたわ。なんでこんなことに。それはね、ノアさんの可愛いものレポートにある最新のしのぶのラブリー情報と、ムニちゃんとのスペシャルトークタイムを交換しましょうって話になったの。ノアさん、私が知らないとびっきりの情報をお願いね。任せて。つまり私利用されたってこと？いやん、利用だなんて人聞きが悪いわね。私はただムニちゃんと仲良くしたいって人を引き合わせただけよ。余計なお世話なれよ。私とこいつが似てるなんて言ったのは、私こんなに鼻黒くなんてないんだから。後ろ向け警察。